ガリーナ・ヤコブレブナ・シャムライは、ソビエト連邦の元女子体操競技選手。ガリーナ・ヤコブレブナ・ルディコとの別名でも知られる。1952年のヘルシンキ五輪で2個のメダルを獲得し、1954年の世界体操競技選手権ローマ大会でも3個のメダルを獲得した。1931年10月5日、ガリーナ・シャムライは、 ソビエト連邦ウズベクソビエト社会主義共和国、タシュケントで生まれた。第二次世界大戦中、学校では体操に熱中し、快活で活発な少女に育った。1948年に地元のスポーツクラブ、イスクラタシュケントに加入して、本格的な体操競技のトレーニングを始め、め、1950年のソビエト連邦選手権に初出場して、個人総合で8位に入った。 1952年7月のヘルシンキゴリンに出場するソビエト代表チームのメンバーに選ばれ、大会ではチームの団体総合での金メダル獲得と主グ体操団体での銀メダル獲得に貢献した。また、翌1953年11月のソビエト連邦選手権では個人総合で4位に入った。1954年6月に開催された 世界体操競技選手権ローマ大会はソビエトが初めて参加する大会であり、シャムライはソビエト代表チームの最年少メンバーとして大会に臨んだ。まず、チームの団体総合における金メダル獲得に貢献し、段違い平行棒で銀メダルを獲得。個人総合では金メダルを獲得し、ソビエトの女子選手として 初めて世界体操競技選手権個人総合の金メダリストになった。1955年のソビエト連邦選手権では平均台で金メダルを獲得。1956年8月のソビエト連邦選手権でも個人総合で6位、平均台で銀メダルを獲得し、その年の11月に行われるメルボルン五輪のソビエト代表に選ばれたが怪我のため、 大会には出場できず、競技生活から引退した。1956年に、モスクワ国立、レーニン教育学研究所を卒業し、1957年から1960年まで、モスクワのスパルタクスポーツ協会でトレーナーを務めた。また、アナトーリ・ミハイロビッチ・リリンと結婚し、1958年に、娘、イリーナを設けた。 リリンは1956年メルボレンゴリンフットボール競技の金メダリストである。1969年から1971年までブルガリア代表チームのシニアコーチを務めた後はソビエトに戻ってスパルタクスポーツ協会のシニアトレーナーに就任し、ネリー・キム・エレーナ・ダビド・ワラを育てた。1975年に国際審判員の資格を取得し、 1980年、モスクワ五輪では主任審判員を務めた。ありがとうございます。